ブクブク。えい、さら見ろ、やっぱり伸びた。だあ、突き落としたお兄ちゃん。お前かい。ズダダダダダ、危ないじゃないか。ごめん、伸びただけかと思った。だけならよかったの。落書き銃、この銃で狙ったものはスコープテレビに映し出される。くだらねえだろ。はい、くだらないです。ドラえもんの道具の 87% がもしもボックスで代用できる。んー、その通り。後頭部殴ってごめんなさいね、後ろ姿が似てたから。後ろ姿、あいつか、ロン。直撃か。角ドリル、あー即死や。ズラに封印されてた。バケモンしかおらんやん。間に合った。だからディズニーをバカにすんなと言ったんだ。わかった。あれこいつ、ベトベタヘドロポケモン。セック、おっと失礼。 X 線を浴びたヘドロがベトベターに変化した。ちなみに私は下ネタが大好物。俺も大好物。のび太が帰ってきたな。今日もろくな目に遭わなかったらしい。足音でわかる。また先生に叱られて犬に追われてドブエでも落ちたか。指名手配された。だんだん広くなるね。多分あいつ死ぬで。ねんだー。どこ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 、ズポ。性癖発表。鎖骨と指先ですかね。スネオの首は取ってきたぞ、のび太。仇は取ったから安らかに眠れよ。生きてね。面白いテレビもないし廊下に立ってくるね。いってら。火にかけなくても煮えるお鍋。ご飯炊かせて。おかずは僕が作る。自分たちが作ったご飯は美味しいね。僕の分は自分で取ってこい。探検隊整列番号1、2、3、4、5。お前ら4人じゃないか。おかしいな。てかお前ズボンどうした。なめろ。一つだけ教えておこう。君はこれからも何度もつまずく。何笑ってんだよ。それお前だよ。正直のご褒美に金玉のついたしずちゃんをあげましょう。いらん。花沢さんをだけは一生不動産収入で暮らせるんだぞ。あれか。バギーちゃんが頑張ってくれたおかげよ。本当にありがとう。ゴシゴシ。静香さん親切優しい。なに突然。今度の旅行嫌で嫌で仕方ない。でも静香さんのためにだけ頑張る。僕静香さんのためなら壊れてもいい。査定に響くからダメよ。うるんかい。合戦と聞いただけで源の血が騒ぐ。死人が出るぞ。あれ、あのハゲチョビン。金も足払いじゃよ。殺されるぞ。みゃー。弾が棒状になってる。セブンイレブン。バイト初日にレジの金はなくなり店長は死んだ。最悪やん。父さん、その卵って自給自足やな。テレビを見るときは部屋を明るくして離れてみてください。そいつに言え。確かに。ドラえもんね、僕はもうダメかもしれない。スネオの陰湿な行いが僕のガラスのハートを打ち砕いていくんだ。ああ、もうキモい。ペコだけじゃどうにもならん。俺も行くぜ。だから死にに行くようなもんだよ。うるせえ。さっさと逃げないと火に囲まれるぞ。ガイアン、やめろ、帰ってこいよ。タケシさんはあの人なりにずっと責任を感じ続けていたのね。あ、撃たれた。ジャイアン、バカにするな。ジャイアンはこの頃から乱暴だったんだな。弱い者いじめしちゃダメ。弱虫のび太、やーい。七丸の気持ち、やーい。僕はこの頃からバカにされていたのか。それより万引きさせましょう。ガチのいじめやん。楽しかったキャンポンをいよいよ明日でおしまいね。コンコン。どなた？こんな深い海の底で真夜中に訪ねてくるなんて。キャーイヤー。NHK でーす。いやー、来ないで。